先ほどね、もう15分ギリギリだったので止めました。今ね、カッターでセロハンテープを切って中身ちょっと開けてみました。初めて、見る商品なんで、接続初期なんで、こんな感じですね。こっちがアダプターですかね。で、こっちが本体になっております。非常にコンパクトでちっちゃいです。この説明書だいたい15センチぐらいあるんかな。で、だいたい同じぐらいですね。小さい。で、厚さもだいたい3センチ弱ぐらい。ファンレスって書いてありましたかね、確か。向こうがね、透けてるの分かります？ほとんど何もないような状態ですね。ここが、アダプターですね。こっちも2つネジ止め穴2箇所になってます。間隔が5センチみたいです。同じくメイドインチャイナですね。で、こっちに、5ポート。5ポートついております。あ、これ LED はついてないんだね。で、ここにはまあ数字ね。1番から5番。で、こちらにも、電源とループ機能と1番から5番。何番にポート、LAN ケーブルが差してあるか、ランプがつくタイプになっております。まあ、ほとんどそうですけどね。で、エレコムと。こっちも通気口ということになっております。ちょっと向こうが見えるね。ガランガラン。こっちが、こんばんは。はい、こちらアダプターですね。やっぱりね。簡単ですね。本当に何もない。本体とアダプターと説明書だけですね。こんばんはってするほど、開封の儀するほどでもなかったの。説明書も、説明書って言うんかな、これ。お使いになる目のご注意事項みたいなだけですね。エレコムネットワークサービスと修理についての、ことが書いてあるだけ。あとは警告とか注意とかね、説明書に載ってるやつですね。定番の。もうそれだけです。それだけの動画です。寂しい動画。2回目の動画は非常に寂しい動画になってしまいましたが、こんな感じです。では、次回ね、今度は島ができた時に、取り付けていきたいと思います。まあね、携帯の、Wi-Fi のレベルはまあ、マックスになるでしょう。まあ自分の部屋2階なんですけども、こいつ1階と2階の中間地点につけるんで、中継機を。つける前は、今はですね、レベルが、Wi-Fi レベルがマックスの4なんですけども、あるんですけども、表示が。実際レベル2です。半分ですね。非常に悪いです。良くて3です。まあこれでも良かったんで、これだけでもね。ついでにね、これもちょっとね、調べてみたら LAN ポートがついてたんで、ハブを買って LAN ケーブルぶっ刺して、ちょっと今風のね、そういうネットワーク環境みたいなのね、作ろうかと思って、ハブを買いました。まあ、テレビとかにハブじゃないわ。LAN ポート、機能あって、使ってる方はわかると思うんですが、自分はまだ今からなんでね。これつけることによって、テレビ何番組への参加とか、なんかそういうのができるみたいです。はい。まあ、パソコンはね、別に取り付ける必要ないんで、無線なんでね。親から電波飛ばしてるんで、まあ今はまたこれつけたら、こっから電波来ますけどね。以上ですね、今日はね。今日はハードオフと、100万ボート、
福井本店さんで買った商品動画の説明っていうのか、商品動画でした。はい、これを買ってこういうことをしますという、動画でしたね。まあ、さっきね、階段とかちょっと見てもらいましたが、ああいう感じで、配線、この LAN ケーブルね、これ細いんで、こいつを沿わせていきたいと思います。まあ、丸いケーブルの方が良かったかな。どうかな。まあ、目立たんでしょ。白やし。まあ、ドアに買ってクッション材つけるし、配線は傷まないと思います。断線はね、免れると思います。そういうわけで、今日の動画でした。雪はね、しばらく降らないみたいです。雨か、曇りか天気、どちらかになりますね。バックトゥザフューチャーもね、ちょこちょこと配線が来て出来上がってる状態です。あと X の方ね、自分の MacX の方は、もうほぼ100%なんで、今んとこなぶるパーツはないかなと思います。一応まあ覆面修理には大体もう100%できたかなって感じなんで、あとはなんかそういう、取り付けるパーツあれば取り付けていきたいと思います。それかまあなんか伝送品つけることがあったらまた、動画撮りたいと思います。一応ね、アマゾンと今、ヤフーオークションで、注文してるのがありまして、CD の方ですね。昔発売された30年前ね、危ないデカと、もっと危ないデカ、このテレビシリーズ、2シリーズね、曲がね、結構自分好きなんで、それをまた車のね、NSZT-W62G の SD ナビに、録音したいと思います。また CD ね、届き次第またご紹介いたします。皆さん、まあ、アブデカ好きな人はこの曲、聞いたことあるとかね、なんか懐かしいとか、思って浸る人もいると思います。まあ、今んとこはこんな感じですね。CD と、あと、中継機、ハブ、LAN ケーブル、LAN ポートにぶち刺す、ケーブル配線するの、何点だ。何点かわからんわ。1、2、3、4、4点か5点か。まあ、そういうことです。まあね、こいつも、もちろん、忘れてはおりません。デュアルクス2ね。これも交換していきますんで、しばしお待ちください。交換する際ね、D4S の場合はね、D4S の場合は、プロジェクターなんで、このシェードに通ずるこの金具ですね。これを取らないと、ダメみたいです。D4R とか、そっち系 ?D4R っていうのは多分リフレクターの方じゃないかなと思うんですけども、リフレクターの場合は別に取る必要はないみたいです。あくまで、プロジェクターヘッドランプの D4S だけです。またもう9分か、早いな。まあ D4R もね、 D4S も共通なんで、自分は、プロジェクターの場合は D4S です。
R はリフレクターだと思います。リフレクターにつける場合はこの金具を取ります。これもね、またつけて撮影、なかなかできんな、天気悪いしな、寒いしな どんどん引き伸ばしていくんが、そんなことはしないけど、しばしお待ちください。では今日の動画はこんな感じでした。10分か ありがとうございました。